続きかおる6続き計6から1923年7月6日は日本の官僚外交官政治家貴族院議員数密顧問官法学博士男爵続きと表記される場合がある文久元年2月17日高崎藩の名主藤康次の次男として生まれる最上藩士続き中の養子となる築地大学校 東京改正学校を経て、1881年7月、旧東京大学文学部を卒業。1882年2月、ドイツに留学し、ベルリン大学で政治学を学んだ。1886年5月に帰国し、外務省に入り、公使館初期館兼外務省参事官に就任。外務大臣、井上薫の秘書官を経て、 1888年1月、フランスに留学。1890年3月に帰国し内閣、総理大臣秘書官となる。以後、法制局参事官、県内閣総理大臣秘書官、内務省土木局長、県内閣総理大臣秘書官、図書頭、文部次官、外務省参事官、外務次官などを歴任。1892年には、井上の養女と結婚し、 女性となっている。1899年4月、貴族院直選議員に任じられ、1909年2月27日まで在任。1903年7月、枢密飲食機関長に就任。1907年4月、特命全権大使に任じられ、ハーグで開催された第二回万国平和会議に委員として派遣され、ハーグ密誌事件の対応に当たっている。 1907年6月、法学博士号を授与された。1908年8月、男尺を除尺。1909年2月23日、数密顧問官となり公居するまで同職に在任。1923年7月6日公居。去年63歳。4日後に、千長谷千住院にある旧市君最上藩主、松平家市女母の隣に埋葬された。なお、 同伴主の墓は池上本門寺にある。方号は王宝院殿領立ち、京光日家大古寺。墓石の正面には断尺続き京六の墓と刻まれ、残り三面には母子が刻まれている。ありがとうございます。